今後より多くの人たちプレイヤーと楽しめるような仕様を計画しています。でこちらについては今後随時発表していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、もちろんこちらについては対策を行う予定です。無効試合とか、切断の多いユーザーに関しては今作では、サーバークライアント方式を、でマッチングすることによって、その試合状況っていうのをしっかりと、確認しつつその、チートを行っているプレイヤーを特定してその、ユーザーに対して、しっかりと対策を、ペナルティを行っていくという形になります。こちらは今達成向けて、制作中ですので、また今後、発表できるタイミングで、お知らせしていければと思いますので、そちらもご期待ください。これまで、シリーズ積み重ねてきたことによってちょっと複雑化してきた、システムをシンプルにしてその楽しめる部分をしっかり抽出した上で、スムーズな進行っていうのが行えるような、形に、整理し直しています。でまた代表監督であったりとかチームを、シーズンごとに移るとか、そういった監督として、新しい遊びっていうのを搭載予定です。ビカムアレジェンドで、育てた選手を、オンラインの、11対11の、試合で使用することが可能になります。こちらは新しく追加というよりは、新しく、生まれ変わるという形になります。内容としましては、これまでスター選手は全てのユーザーが集めて、そこに対して、試合というよりも、経営要素で、お金を増やして楽しむような、形がで最後行き着いた先で、全て、全てスター選手が揃って、終了してしまうようなそういった遊び方ではなくて、本当にユーザーそれぞれが個性的なチームを構築してそのチームでもって試合が楽しめるような、仕組みに、変化をしていく予定です。